で俺さちょっと一個気になったことがあってね、なんか前スタッフさんと僕と亮太くんで話してたことがあって、外の人が CCC のメンバーってこんな感じだよねってモノマネするのに一番モノマネされやすい人って誰なんだろうねみたいな、だ要は特徴がある人、ふうたくんってすごい喋り方とか声の感じとかそれちょっと、ま、なんかこう真似されやすいやん、誇張してお笑いみたいな、あそう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 、だからザコシが聞きやすい人やん、ザコシ味がね、そうそうそう、それで言ったらあと誰がいるんだろうねみたいな話の時に次真っ先に出てきたのがミナトくんだったんですよ。へぇ、真似しやすい、真似しやすいっていうかなんかそのモノマネされそうな人イメージ、やってみていいですか俺の、あちょっとやってやって、おえぇかわいいかわいいプライベート存在だよお前魔術師だよ配信でそんな話をしててパッて出てきたのがやっぱ、ふうたくんとみなとくんなんですよ。ふうたくん、あんにゃんがんがん、あんにゃんがんがんって言うじゃないですか。もうそれで俺でいいもんね。そうそうそう。もういいもん。ちょっと見ていいもんな。で、みなとくんのやつもやってたんですよ、なんか。あいったけの感謝と早く見て。やっぱ、誰でもできるのかな。そうそうそう。早いけど、ちょっと。6月23日、ワンマンライブありますので、感謝と思いを込めて、聞いてください。ウィア。この流れで滑るお前さ。やばいやばい。どこで出たんだよ。どこのでも面白くなるんだよ。バンバンバンみたいなさ、夢じゃん。それで、その配信で、じゃあ一回全員のモノマネをやってみようって、俺なりに。で、やった時に、これ一番受けたの誰だと思うんですよ。はずき。はずき。これね、ハズキ。そうそうで、ハズキもできそう。確かに。で、俺がやったのはそのマイウェイからのエイトバレットのつなぎで、いつもと違うかっこいいつなぎだって、そのライブの会場を煽るけどなんて言ってるかわからないハズキくんっていうタイトルでやったんですよ。でで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 、カチャ、ドゥドゥドゥ、ゲーン、パンチパンチパンチゲーンってやったんですけど。マジで分かるらしいよ。分かんの？マジで分かる。ケンジ君は、くー、口して吐けるんだよ。顔。そう、顔なんですよ。顔なんですよ。なんでだー！あ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 ー！
ったらやっぱり CCC 随一の個性、個性これね持ち主がいるんですよ。おこれおバカでございます。個性バカ最低最低安全客チーム一のバカでもなぞなぞなら勝てるんじゃねえ。これ至ってシンプルですよ、うんうん、やっぱ謎謎謎謎だ、うん、いやいや違う違う全文にバカをつけてるだけで結局メンバーみんなで謎謎だよ。弱いからつけ出してるんだ。そんなないやること。でもなんかそれがあるからこそ逆にできんだよ。そう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 。謎謎が謎のチューブじゃできない。あ、そうね。で俺が言いたいのはそこなんですよ。ひろたくんって言うと頭の回転早いイメージあるんですよ、うん、いろんな言葉も出てくるし、なんかここの現状どう切り抜けたらいいか、誰からお金を引っ張ってきたら自分が一番儲かるのか、誰からの儲け話は乗らない方がいいのか、そのここにお金を入れることによって自分にリターンがどのくらい返ってくるのか、そういうのをすごいやっぱ考えることができる人なので、超絶超絶TikTok を一緒にやってるんですけど、ふうたくんとね最近ちょっと謎々出すんですよ。そう一回も正解したことないんですけど学力は低くても、うん、頭の回転さえあれば謎々は出てるんじゃね。確かに謎々だとかクイズとかだったらまあ勝てるんじゃないかっていうね、そのちょっと検証企画をお持ちしましたので、それをちょっとみんなに戦っていただきたいなと思います。はい、ということでやっていきましょう。 It's Showtime。 はい、ということで準備が整いましたね皆さん。はい今構造は合ってる今合ってる合ってる。俺指定した通りの構造です。だって今日勝ちたいんでしょ。いつもこういう系負けてばっかだから。なんかまあいいかなそろそろとは思ってる、うん、ね。もう飽きたくない。俺のアホだからそろそろ別にいいですよ。面倒に、ね、うん、だしまあ謎々だしだし、なんか普段謎々に一番触れてるのはやっぱ風太君です。そうやな、勝手に俺しないし
でも1対3で勝ったらさ、やっぱ頭の回転俺が一番早いやなって言えるか。言えるだ、うん、クソこっからが逃げたもん。お前誰今日ツッコミの方多いだろお前。ということでね、早速出していきたいと思います。第1問、おじいちゃんとする球技は何でしょう。おじいちゃんとする、もう一回言うね。もうタイムタイムタイム。お手つきとかある？クータくんはいいよ。もう別に、そう、なんかちょっと自分の間でもう一回欲しいけど、こっちは一応3人いるから、一回お手つきしたら、もう残りの2人に任せる感じでしょ。もうちょっと謎の謎っぽくいくね。いくよ。いきます。第1問。おじいちゃんとする球技はなんだ？いいわ。え？どう？え、言っていいもん。どうぞ。ソフトボール。正解！よっしゃー！ソフトボールボール。ちょっと待って、一番学力高いであろうミラト君が未知のものに遭遇してる。ソフトボールって言われてもないんだよこいつ。謎謎ってそういう、そう初めて知った。謎謎やったことない。やったことないわ。ソフト、ああね。そう。めちゃくちゃだって、おじいちゃんとする競技めっちゃ考えた。ゲートボールで考えた。恋でも同じところを行ったり来たりする乗り物はなんだ。恋でも。ああ、恋でも。恋でも。同じところを行ったり来たりする。はい、みなとくん。あんまりこっち側に座ったことないですよね。はい、この外したとき恥ずかしいっすよ。いつも目指してる、ね、ちゃんと考えなきゃね。恋でも行ったり来たり、こぐってこぐって、そんなもうあんまないやんな。こぐ乗るものがそんななくない。これ全員乗ったことあると思います。マジ、はい、思います。いや、わかんない、でもあると思います。恋でも同じところを行ったり来たりする乗り物ってなんだ。なんでもそうやん。じゃあ車でもさ、家から出て家帰ってくる。謎やって。えっ、はい、ふたくん。エレベーター。ブーン。まあ、近いね。これ多分今の思考の中だったら一番近いんだ。謎の方です。今ヒント出す。子供の頃によく乗ったことがあると思います。ちょっとダメだって、ここで止まったら。公園にあります。もう探してんねん。え、おはっ、はずきちゃん、かずきくん、ブランコ。正解。公園行ったことないか。ブランコってこぐっていうね。恋でも同じとこ行ったり来たりするよね。ああ、それはそういう意味なんや。ほんまの意味なんや。なる。あれってそのこぐんだ。あ、さあ、こぐって言います。はい、足を伸ばすと困るんですけど、公園がない方。お邪魔します。ある県に住む人はハンガーを使わないと言います。さて、それはどこの県でしょう。りょうたくん。福岡県。福岡県。福井、福島とか、福岡、上から青森、秋田、最後の方、香川、大阪、東京。なんでうどんからさ聞くの。第4問、王様が叫びながらする運動ってなんだ。宮田君、ジョギング。無理やり筋肉。筋肉。皆さん叫んでみてくださいね。王様になったことないかもしれない。何叫んでみたら。ああ。うわ。なんでそっち言ったん。りょうたくん。ウォーキング。正解。なんでよ。そこまで出て。ウォー。キンキン。ああ。ジョキングめっちゃ近い。確かに。ちょっと待って、ジョッキングめっちゃ出さない。めちゃくちゃ尺や。第5問、
やばい、俺も答えたい。黒い犬と茶色の犬、黄色い犬と白の犬、一匹だけおとなしい犬がいます。さて、どの犬でしょう。黒、茶、白木、白と黄色、黒茶白木の犬がいます。一匹だけおとなしい犬がいる。はい、黄色。理由は危険だから。ダメ。犬の剣なの。すげえって思った。すげえって思った。すげえって思った。すげえ。めっちゃガチでいた。はずいな。みんながあーねってなったもん、はず。一匹だけおとなしい犬がいます。どの犬？おとなしい。静かな。ホワイト、ブラック、ブラウン、イエロー。読み方とか、そういうのではないです。なんか白をホワイトにしてとか、その危険、犬を剣って呼んで危険、そういうのではないです。黒茶白木やっけ、順番。そうです。順番も関係ないです。一発音漢字で考えてください。おとなしいっていうことは、宮田くん、茶色。理由は音読みがない。音読みがない。残念。残念です。おとなしな。おとなしな。あ、おとなしな。おとなしいよ。状態っていうのはどういう状態ですか。静か。静かな時ってどうしてますか。はい。黒。理由は漢字の黙るが黒を書いて犬。犬。正解。黒い犬って書いて黙るっていう感じになりますね。あ、一匹だけおとなしいのは黒い犬でした。難しいね。難しいな。これ上級ですよ。大人、でも大人向けの一般問題ぐらいの感じです。では次の問題行ってみたいと思います。じゃあ次の答えは、ヘキサゴン。エベレスト登頂に成功した人が必ずすることがあるそうです。それはなんだ。下山。世界。そうやそうや。そうやそうや。そうやそうや。やったやった。なんだろうね。わからんよ、一体なんだよ、お前。ヘリコプターの何黒や。ヘリコプターの何ってこうよ。おうやんけ。まあどんな状態でも下山はした。息でも正解な。息でも。どこだけでも正解。それは。エベレストに登頂しない人もやってるので、あ、正解です。じゃあ富士山やったとしても正解です。まあそれが富士山なのかエベレストなのかっていう違いですね。第7問。カレーのルーにこだわりを持っている国はどこだ。え、はい、ルーマニア。正解。ルーマニアですね。あーすげえ。あの黒い犬黙るが俺を変えた。いろんなね、いろんな方向がある、ね、価値観を変えた。8問。あ、車の調子を聞いてくる化粧品はなんだ。あー、アイシャドウ。正解。アイシャドウか。会社どう？ああ、そうか。車使い。車使いとか車おいしく買ってない。やってー。ダセーな。ダセー。決まんないんだよ、お前ら。次は、秘密を作るのが好きな職業はなんだ？内職。残念。まあ、でもなんかいいね、いいね、いいね。いいね。秘密？シークレット。シークレットじゃない。秘密っていうのをそのどういう言い方にするかで。え、これ、あー、なんぜ、深く考えてるよ。お手つき しますね、うん。あの、書く仕事。書く仕事。え、あ、書く仕事。書く仕事。秘密を隠し事だから、隠し事。それを何て言うか、隠し事。あー、隠してめっちゃ欲しそう。
ライターって、ライターとか。なんか。はい。じゃあ、書道家。書道家。あ、理由は隠し事やから。正解！よっしゃー！マジで！やった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 ！え、隠し事！かっこ、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 かっこ。俺も言ってたな、ライターって言ったらいいんちゃうみたいな。ずっと、かっこ、かっこしろ、かっこ、かっこ、じゃあ。今のはちょっとね、そういうことですよ。なんでもよかった、なんでもよかったんや。だから答えはいっぱいありますけど、ライターでもいいし、記者でもいいし、画家でもいいんですけど、書く仕事だからって言えたら、正解ですね。そういうことか。職業って聞いてるんですよ。やっぱ、目のつけどころいいんだね。うん、なんか、選んでもうた。何やろうと思って、正解。確かにな。マスマスマスターやこいつ。すごいな。なんですごいね。でも、でも。数えました。17番目の動物がひっくり返ったまま起き上がりませんでした。その動物は何なんだ。ちょっとカメラにケツ向けるのやめてもらっていいですか。ちょっと待って、カメラにお尻向けるのやめてもらっていいですか。17番目、ずっと17番目大事やんな。わかりません。ヒント、英語表記で考えてください。英語表記17やったらあまりわからんねん。繰り返るって、ちょスペル教えてよ。17のスペル知りたい。関係ないんだ。9、それは関係ない。関係ない。やってみさ、動物側を考えてください。繰り返る、まあ結果17番目だったかな。動物から考えていった方がいいんだな。来た。え、どうぞ。ライオン。理由は反対してナンバー17。正解です。あれスッキリしない方見ていただきましょう。ライオンですね。こちらこうひっくり返すとナンバー17になります。すげえ。というので、ライオンでございました。素晴らしい。ヨタ君が謎謎王でした。すごいな、すごいな。目の付けどころがもうなんかあれだね、そのひっくれてんだろ。そういうことある。座っていい。でも負けたから。負けたから今日立ちです。こいつには。お前はですか。いやマジこれこれちょっと座ってみて。座ってみて。座ってみて。マジで伸びたといじめっ子やね。